小笠原氏は、武家、家族だった、日本の氏族。生は、源氏の川内源氏の流れを組み、武家の夕食古実を伝える一族としても知られる。江戸時代には、小倉藩など四つの藩の藩主を世襲した普代、大名だった。維新後家族に列し、小倉小笠原家は、白爵家、他の三つは、死尺家となった。通詞は、長、帝、忠しなどである。家紋は三 小笠原市の加盟のもとになった小笠原の地名は、海の国駒群に見られ、小笠原牧や山、小笠原層があった、現在の山梨県北都市明野の町小笠原と、元小笠原層があった、現在の山梨県南アルプス市小笠原に、館があったとされる。なお、今日の研究では元小笠原層が、小笠原市の本願であったと考えられている。貝 源氏の着流となった武田氏に対し、鏡支流の小笠原氏は書流にあたるものの、格式や勢力の上では決して武田氏に劣ることなく、全国各地に所領や一族を有する大族である。鎌倉時代から信濃に本拠を移し、室町時代には幕府から信濃の守護に任ぜられた。着流は信濃と京都に分かれ、書流は信濃国内はもちろん、あ波。 以前、備中、岩見、三河、東東海、道の国も広がった。戦国時代には、小笠原氏の宗家は、武田氏に所領を奪われて没落するが、安土桃山時代に再興し、江戸時代には、不代大,大名となった。室町時代以降、武家社会で、夕食古日の中心的存在となりえの伝統を継承していったことから、時の幕府からも、霊典や、 武芸の事柄においては徴用された。これが今日に知られる小笠原流の起源である。千茶道や兵法などにも小笠原流があるが、その起源は多様である。また、抹茶の茶道においては、江戸時代に千里休三世の戦争丹の皇帝で四、天皇と呼ばれた山田宗平を迎えて、宗辺流茶道を保護し、村田寿皇の一の弟子と呼ばれた古市住種の光栄を迎えて、 小笠原家茶道古流を起こした。小笠原氏の祖の小笠原長清は、滝口武者として、高倉天皇に仕えた鏡原皇の次男として、海の国に生まれた。長清は、平家物語に、鏡小次郎長清の名で登場しており、東光の所領の開国小笠原を相続して、小笠原氏を称した。南部氏の祖の南部高校は、長清の弟である。 平家が壇の裏の戦いで滅亡した、元略2年、寿永4年に、品濃国を企業国とした源頼朝によって、縁光は品濃守るに任せられたが、長清はこの地盤を受け継ぎ、小笠原氏は品濃に到着してゆく。なお、小笠原氏の家門である三階碑氏は、本来は鏡氏の家門である。なお、長清の子孫には、 小笠原氏が主語となった阿波に土着した者が大里阿波、小笠原氏となる。また、阿波小笠原氏の一部は、原稿の先行により、岩見に所領を得て、岩見小笠原氏となる。阿波小笠原氏総領美吉長慶阿波小笠原氏の祖は、小笠原長常の次男、長房である。上級三年の上級の乱後、兄、長忠が、阿波国主語に任ぜられるが、長忠が本国である。 信濃国への帰国を希望したために、代わって長房が主語となったとされる。ただし、今日の研究では、実際には長房が長男で長忠は三男であったと、する説があり、また、長忠の系統は、京都を活動の中心としていた可能性が高い。文英4年に、幕府の命令を報じて、三好軍軍領、平森高を打ち、法将として、 三間群と三吉軍に2万6千丁余りの所領が与えられ岩倉城を拠点とした。阿波の小笠原氏は南北朝時代には南朝に属したとされ、その子孫の多くは室町時代には黒人化して阿波の守護を務めた細川氏に仕えたとされる。代表的な例としては三吉氏、あたか一宮市、大西市、赤沢氏などが挙げられる。 阿波小笠原氏の子孫の三吉氏などについては、それぞれの記事を参照。その他の阿波小笠原氏の支流にも七条氏、高志氏などがある。阿波氏五色となった、小笠原ワ久長房の子、長近が、公安の役の軍港によって、岩見国王地軍村の里を得て、移り住んだことに始まる。長近は、地元の有力国人である増田氏投資検事の側上、室に迎え、 公安の役の後の不安定な岩見国周辺の海岸を稽古した。南北朝時代の当主、小笠原長種は、武家方に従って活動を、川本温東城を居城とした。戦国時代に入ると、岩見銀山の支配をめぐって対立する大内氏と天腰に挟まれ、当主の小笠原長尾はその間を転々とし、最終的には、大内氏の後を継いだ毛利氏に仕えた。 天正20年に国外により出雲国新門軍人材に違法されたことで岩見国を去る。慶長5年の関ヶ原の戦い後の毛利氏の傍聴違法の際には一度毛利氏を離れることとなるも後に帰参し、岩見小笠原氏は長州藩主として明治を迎えた。小笠原氏には宗家の定宗の弟の定朝の流れがある。定朝は 日泰を下だと戦って打ち死にし、この高町は京都に住んで足利高氏のキュの師範であったという。以後、幕府に奉公衆として仕えた。京都に住んだ丁丁の系統は兄、佐宗の系統を信濃小笠原氏とするのに対して京都小笠原氏と呼ばれる。京都小笠原氏の一族は将軍側近の有力武将として重きをなすとともに幕府初期から 的始めなどの幕府儀礼に参加している。六大将軍の足利義則の頃には、将軍家の旧馬師範としての地位を確立し、囲碁的始め、馬始めなど、幕府の公式儀礼をしばしば差配し、当時における武家の夕食古実の中心的存在となった。こうしたことから奉公衆とはいえ一般の番主とは区別され、諸殺例では、小笠原伝のことは、 キューバ師範たる間、いかにも将眼にて、強行禁現と書くこと、河川なりとされた。なお従来は、将軍家のキューバ師範は、品野小笠原氏が務めたとされたり、貞宗が五代醐天皇の師範、校朝が足利高氏の師範を務めたなどの説があるふしていたが、これらは、後世の不快に過ぎず、史料的裏付けに乏しい。 小笠原氏が将軍家キ馬師範なる地位を得るのは、足利義則の代で、それも品の小笠原氏ではなく京都小笠原氏である。品の小笠原氏が武家古実に関わるのは、小笠原長時、上京府氏の時代になってからである。ただし、品の小笠原氏もキ馬師範ではなかったものの、乗馬に通じていることが広く知られていたことを指摘する、村石正幸の論文もある。 小笠原正行は、長時、上京府氏より、元気三年には、旧方内議外議を、天正三年には、師範の居城を受けたとされる。なお、小笠原聖清氏は、同じ幕臣であった伊勢政治に娘を嫁がせたと、されており、彼女の所生とされる、北条宇じつ以降のご北条氏歴代当主は、京都小笠原氏の血を引いていたことになる。京都小笠原氏の一族は、 着流は、幕臣として続いたが、小笠原知規政が、A68 年の A6 の変で将軍、足利義輝と共に討ち死にすると、知規政のこの修政は浪人し、後に、細川氏に仕えた。修政は、関ヶ原の戦いの際に、細川柄社の解釈を務め巡視し、修政の子孫は、江戸時代には、熊本藩の家老を務めた。また、初流の小笠原元継は、 将軍、足利義澄の死去後に幕府を離れ、遠石の五北条氏を頼った。元次のこの康弘は、北条氏康の娘婿となった。小田原征伐で、五北条氏の着流が滅亡すると、康弘のこの長房は、徳川家康の家臣となり、子孫は、旗本として存続し、江戸時代の歴代の当主は、縫い戸の助を称した。旗本となった。 小笠原長房の子孫は、過六七百八十国余り、縫い戸の助を称した当主が多いため、縫い戸の助へとも呼ばれる。長房の彦の持ち広は、教法元年に、将軍、徳川吉宗の命により、家伝の書籍九十一部と、源頼朝の書を大乱に教した。これは吉宗が謝礼や、犬大物など、キューバの古式の復興に熱心で初夏の記録を、調べていたためで、 世に、稀なる、所有へ長く秘蔵すべき胸の言葉があったという。後に吉宗は近時の信羅を、持広の弟子として、謝礼を学ばせている。持広は、湯葉はじめの式に施行するとともに、小敵、草加、乗り弓、演物、百手敵などを上覧に入れるなどした。子孫も同様な役を務め、幕末には、小笠原昭次郎が公部署で、休日教授を務めたが、 この家は、維新期に断絶する。つまり、室町幕府以来最も長く、礼法を伝える家系は、現代には続いておらず、ぬいどの助家と共に、徳川幕府の市販家となっていた旗本、小笠原平米家が、現代では、小笠原流宗家となっている。小笠原氏の総領職は、初代の小笠原長清から小笠原長常に、受け継がれたが、比企吉和の変に連座して失脚し、 所流の友の次長に移った。長常は上級の乱の功績で、阿波国の守護に任せられ、同地に根拠を移す。しかし次長の娘が足立安森の母であり、次長の孫、友の長安は安森のいとことして下月騒動に巻き込まれ戦死した、ため、総領は長常の彦にあたる小笠原長氏に戻った。長氏は上級の乱後に、 信濃国に帰国した長忠の孫とされているが、長忠の子で長氏の父にあたる長政は、京都の六原丹内で表情集を務めていたことが確認できるため、京都が拠点であった可能性が高い。また、長忠の拠点であったとされる、信濃国伊賀両僧も実際には、北条氏の滅亡後に、倒幕の恩賞で、小笠原氏の所領として与えられたと見られるため、 長爪系の品の小笠原氏の成立は、総領の移転よりもさらに後の兼務政権期に下る、可能性もある。法事元年の法事合戦では、小笠原七郎が三浦安村に味方して敗北した。検事元年5月の作り六条八万新宮用都市廃寺によれば、鎌倉中小笠原入道後が百貫を収めている。小笠原定宗は、鎌倉幕府に反旗を翻した。 足利高氏に従い鎌倉の戦いに出陣し、県武元年、県務政権より、品の守る及び品濃守護に任じられ、筑馬軍に、伊川官を築いた。室町時代にも小笠原一族は、幕府の方向集党となって活躍し、南北朝時代には、小笠原正長は北朝に属したものの稲田には、北条時行の拠点であり、後に、諏訪市や西氏島の南朝の拠点となった。 対して、佐田宗の後を継いだ、小笠原長期は若年であったため、代わりに、上杉氏や柴氏が、品野守護を任じられた。長本は、昭平十年、文奈四年四月の貴郷ヶ原の戦いで南朝の宗長親の王を破り、吉野へ駆逐するなど先行を挙げ、品野守護に任じられた。しかし、大永七年に、足利義満に使えばさらであった、小笠原長秀が、 信濃国守護に任じられて入国すると、村上市、西名市、諏訪市、重野市、高梨市、井上市など、信濃国人の大半が反発して、大東合戦を起こし、これに大敗した長秀では、京都に逐転し、守護職を罷免された。信の守護職は、柴氏を経て、室町幕府の両国とされたが、信濃小笠原氏の家督を継いだ。 長井秀の弟の小笠原正康が、欧米32年に、品野守護職に任命されてからは、品野小笠原氏の守護職の地位が安定化した。品野小笠原氏が、たびたび守護職が外された理由としては、品野小笠原氏の統治能力の問題だけではなく、品野が室町幕府の勢力圏と鎌倉府の管轄地域の境目にあり、 その管轄が幕府と鎌倉府の間で変更されたり、自立性の強い品の国人が守護による統治を嫌って、幕府の直接統治を望んだことなどが挙げられる。それが大東合戦の背景の一つでもあり、また品の小笠原氏も、上杉氏や柴氏の守護在任時代には、藩守護の品の黒人側に立っている。だが、 王英年間末期に室町幕府と鎌倉府の対立の構図が明確になるとなのは幕府側の最前線として位置づけが固まったこと、品の国人が幕府の意向に必ずしも忠実ではないことが明らかになったことで、品の有数の勢力をもって幕府に比較的忠実な小笠原氏を仕事して鎌倉府に退治させ、幕府がそれを支援する方針が固まってきたと考えられている。 もっとも、小笠原氏の守護職復帰後も、村上氏、諏訪氏らしなの黒人との間に、封建的な主従関係を確立できたわけではなく、守護権力が弱体化した状態が続くことになる。しなの小笠原氏の家督を継いだ、長秀の弟の小笠原正康は、たびたび戦乱を起こしていた鎌倉久保への抑え役として、足利義持から徴用されて、欧三32年に、 シナの守護職に任命され、シナの国内、カイノ国、武蔵国を転戦し、所流の後部氏をカに送り込んだ。しかし、カキ元年のカキの乱で六大将軍、足利義則が暗殺されると、畠山持国が台頭し、小笠原長将の子の、小笠原持長が、家督相続を主張して、内乱を起こし、文案三年に正康の子、 小笠原宗康を、うる原の戦いで打ち取って南下し、国府を奪い府中小笠原氏を起こした。しかし、宗康は、戦死前に、稲郡伊賀両相の、松尾小笠原氏である弟の小笠原光康を、後継者に定めており、府中小笠原氏に対抗した。また、府中から光康ののとに逃れた、小笠原正秀も鈴岡小笠原氏を起こし、小笠原氏は三夜に分裂した。 鈴岡小笠原正秀は、干渉2年の三津の死により小笠原家の総領の家徳を継承したとみられ、府中小笠原清宗から府中を奪い返して、小笠原三屋を統一し、文明5年には幕府から信濃国主後に任ぜられた。しかし、地区軍の国中の支持を得られなかったため、正秀は、更品氷牧師登場に逃れた府中、小笠原町朝,朝とは牧師。 明王元年の幕府の大見遠征にはには、長朝が出兵した。松尾笠原氏の小笠原課長は、鈴岡小笠原正秀と共闘し、応人の乱中の文明5年、東軍の要請で、吉谷豊と共に、美の国に遠征したが、文明12年に正秀と合戦となり戦死した。課長の小松尾笠原上記は、明王2年に、正秀を暗殺し、 鈴岡小笠原氏は滅亡した。鈴岡小笠原氏の滅亡後も松尾、府中両小笠原氏の争いが続いた。ところが、駿河国の今川氏地下が、東う海国に侵攻すると、その対応に苦慮した、東都海の守護職である、芝義弘は、品の小笠原氏への援軍を依頼した。ところが、松尾小笠原氏も府中小笠原氏も互いに、 自分への援軍要請を求めて争う始末であり、かえって、小笠原氏の内紛に巻き込まれる形となった芝氏は、両者の中立ちを引き受けて、和睦を図り、その後英少年間に入ると、府中小笠原貞友の娘が、松尾小笠原貞忠の妻になることで一時的に、和睦して、ばしへの援軍を送った。だが、とうとうみは、今川氏の手に落ち、両者の和睦も長くは続かなかった。 松尾小笠原上記は、娘を、木曽義有に嫁がせて、木曽氏と婚姻関係となり、東農の領地を維持し、府中小笠原町朝の侵攻を撃退し、三河国にも遠征したが、天文三年、この、松尾小笠原定田,田,田が、府中小笠原町宗や、鈴岡小笠原氏の親族の下城市に攻められて、松尾城が落城し、海野国に落ち延びた。天文十三年、 松尾小笠原氏に小笠原信峰氏が武田氏の稲信仰で品の先方衆として活躍し松尾城を回復した小笠原信峰はその後織田信長の公衆征伐の時には織田氏に降伏し本能寺の変の後徳川氏の家臣となった徳川家康の関東違法の際 武蔵国本城城に移り、一万国ながら、大名となった。江戸時代には、小笠原信之がそのまま、不代大,大名となり、この家系は、本城、小賀、関宿、高須を経て、越前国勝山二万二千国に移った。現行三年の小笠原総長宛て、足利高氏の書状に始まり、天正三年の小笠原信峰宛て、武田勝頼の書状まで、 品濃市後小笠原氏が伝えた計185通の文書群、勝山小笠原文書はこの家系に伝わり、後に東京大学資料編纂所に所蔵された。また、小笠原長居が交代寄り合い旗元となった。ただし江戸に廃領屋敷はなく、千村市の屋敷に曲がりしていた。明治時代になると、勝山藩主家は家族礼により死者区に列せられた。 府中小笠原氏は、統一を果たした長宗の没後、その長男である長時の時代に海国の武田、春信が、信濃の両国化を開始し、長時は、小さ方軍の村上の力よらと連携して、抵抗するが、天文19年には、本拠の林城が陥落すると、信濃から駆逐される。この頃中央では、第13代将軍、 足利義手を衰退する三好長径が勢力を持っていたが、三好氏は小笠原一族を称し、長時を庇護し、長時と三男上径は、三好氏や京都小笠原氏など、同族間で連絡拠点とする刑に滞在し在京暴行を行う。永禄4年には、北信豪族を庇護し武田氏と川中島の戦いを繰り広げていた上杉謙信に長時の帰国支援が命じられるが、 川中島合戦は永禄四年を境に収束し、長時の帰国は実現していない。その後は、将軍、吉輝の没落と盾の乱により長時は、合図へ逃れる。天正十年、武田医療をめぐる天正神後の乱においては、長時の弟である、小笠原道節祭が、越後上杉氏の支援を受け、小笠原旧臣の助力を得て、木曽義政から、不可城を奪還する。 ほら、節災は、上杉氏の区靴であったと言われ、長時の三男の上京は、徳川家康に仕え、小笠原旧臣の指示を得て、深市城を奪還する。天正十八年には、上京の長男、秀政が、下宇佐古川三万国を与えられ、慶長五年の関ヶ原の戦いでは東軍に属し、翌年の慶長六年には、品の国伊田五万国に、加蔵の上で天保となる。 江戸時代には、府中小笠原氏からは4、家が大名となった。府中小笠原氏では、小笠原秀政が、松平信康の娘の徳姫と婚姻し、有力な普代大,大名となった。秀政は、下佐国古川から、品の国伊賀を経て、慶長18年には、不祖縁の地である、品の国松本八万国に天皇となる。秀と長男のは、 慶長二十年の大阪夏の陣で打ち死にし、ただし治むの長男の長子は幼年であったため、秀政の次男の忠だざは家督を相続した。忠だは、元那三年に、はりま国明氏十万国に天保となった。寛永九年に、武前国小倉十五万国に天保となる。同時に秀政の三男の忠友には、文語国期月四万国が、ただし治むの長男の長子には、 武前の南半分にあたる武全国中津八万国が与えられ、さらに秀政の四男で、農み松平家を継いでいた松平重直が、武全国竜王三万七千国に天保となり、一族で武前周辺を固めた。また、漢文十一年には、忠実の四男の真方が、兄の忠だから一万国を分与され、国ら神殿藩を立藩した。 ただざげ家は幕末まで小倉藩主として継続、ただともは天保を重ねて、最終的には非全国からつ六万国に、長寿系は悪性や無つぐによる改役で、最終的に播磨国安史一万国に移った。長寿系の歴代当主は小笠原秀政ゆかりの品の守るを称した。明治時代になると小倉藩主家は家族令により伯爵。 文家の唐津、安氏、先祖藩主家はいずれも死者区に列せられた。府中小笠原氏の一族が小笠原氏の内紛を逃れて、やがて今川氏に仕え、遠江小笠原氏となったとされる。系図上は、ここが着家である。皇天神城の戦いで知られる。小笠原義頼の子供以降、江戸時代には紀州徳川家に仕えた。後、 奇襲藩主であった徳川義宗が将軍に就任した際、200人ほどの奇襲藩主が幕臣となった。その中には、義宗公後一大記で知られる小笠原正人や小笠原種継がいる。下月騒動で戦死した友野町隊の孫である友野安志望は、三河国太陽寺宗に逃れ、はず小笠原氏の祖となった。永正11年。 小笠原貞政が寺部城を奪い居城としたとされる。海に面する城を中心に海上交易などを行っていたようであり、海賊州として今川市に仕えていたが、その後徳川市に転じ、徳川家の海賊州として三河湾や遠州の海上防衛を行っていた。当主の小笠原信元は陸上でも数々の合戦に参加している。そのまま爆心となり、 信元や孫の小笠原信盛など、江戸幕府の選手頭として知られる。また、家康の数々の戦闘に参加した、小笠原安元、安次の系統も、このはず小笠原氏であり、欠如は、はず上の小笠原氏と密接に連携していたとされる。流浪していた小笠原長時が、同族の吉美で一時滞在し、また、長時親子を徳川家康に取り持ったのが、 この小笠原氏だとする話が残る。徳川家康により任命された初代の長崎奉行であった小笠原一案も、はず小笠原氏の一族とされる。小笠原定よりが、徳川家康に命じられ、南方探検に出た際、文禄二年に小笠原諸島を発見した、と言われている。しかし、小笠原氏の処刑図上には該当者はこの人物である、と断定に至る。 各たる人物は存在しない。上記の話も、講談でしかない。一方で実在を思わせる文献も発見されており、実在説と非実在説に決着はついていない。小笠原の書家、文家は、数あり、子孫も多く、地名にその名が残るものもあるが、日本で最も有名な、小笠原は、この小笠原諸島である。小笠原氏系図判例。一実践は、実施。 点線は陽子。二太字は、府中小笠原市投手。数字は、家督継承順。ありがとうございます。